こんにちは、横マックスです。今日紹介しますのはね、トミカ、ロングトミカ137番、イスズギガ低床トレーラーというやつね。長年期で660円で購入したんですけど、ちょうど今日、シロさん、この方も、見えますかね。なんと偶然にね、この方も、今日同じ日に買ったそうです。すごいびっくりで、偶然ですね。偶然すぎです。で、その方は500円で購入できたそうです。私はちょっと高かったんですけど、まあ、こういうの安い方なんですけどね。はい、低床トレーラー、非常にかっこいいですね。こんなのが入ってます。で、これなんか板みたいなのがちゃんとできてますね。非常に低床っていうのはね、低いんですよ、すごく。このように後ろはね、こんな感じでね、なってます。赤く塗ってあったらちゃんとかっこいいんですけど、こんな感じです。そしてね、低床トレーラーはその名の通り荷台が低く作られています。重量がある建設車両や巨大で長いものなどの運搬に使用されています。床がとても低くなっているので、重量がある建設車両などもその車両を運転して直接積むことができます。で、こんな感じね。あと、ちょっとすごいことが書いてあるんですけど、ここもね、今ちょっと読んだんですけど、この下の部分ありますよね。本商品ではっていうところをちょっと読んでみますね。本商品では重機の代わりに荷台に一部のトミカやトミカロングタイプの新幹線等を乗せることができますと書いてあるので、ここにね、ロングタイプの新幹線などはありえないんですけど、乗せることができるそうです。まあ、私の場合はね、無理やりですけどウニモグとか乗せられます。あと一番僕が乗せて一番良かったと思うのはね、ポルシェのクレバカン、缶コーヒーのおまけ、結構前に買ったものなんですけど、見てください、すごいことができるんです。乗せますそんな感じです。今日紹介しましたね、ロングタイプトミカ低床、イスズギガ低床トレーラーってやつね、紹介しました。ご視聴ありがとうございました。